名探偵コナンの作画を新旧比較してみると随分と変わっていますよね。皆さんはどちらの作画が好きですか？今回はヒトポーフォトエンハンサーを使ってアニメの切り抜きを高画質化してみます。まずは概要欄に記載のリンクからヒトポーフォトエンハンサーをダウンロードしましょう。ソフトを開いたら高画質化したい画像を読み込みます。 AI モデルを選択することができます。今回はデノイズモデルを使用します。解像度を選択します。プレビューをクリックしましょう。ぼやけていた輪郭などの線がはっきりとし見やすくなりました。すべてに適用をクリックすると読み込んだ他の画像にも設定を適用できます。他の画像もプレビューを確認してみましょう。こちらも見事に高画質化に成功しました。次の画像でも試してみます。拡大してみてもぼやけた感じがなくなっています。プレビューに問題がなければエクスポートして保存します。他の画像も含めて結果を比較してみるとどれも自然かつ高画質になっていますよね。皆さんは最近のコナンの作画についてどう思いますか？昔の方が好きだったなどぜひコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。